日本電子専門学校ネットワークセキュリティ科田中寛太です。就職をする上でネットの知識や技術はとても有利だと考えました。インターネットに興味があった私はネットワークを勉強してエンジニアとなり IT 系の企業に就職したいと思いました。兄が日本電子を卒業し日本電子で就職先を見つけて今も同じところで働いているからです。趣味と仕事を両立させた生活を送る兄がとても理想的であり日本電子で自分に合った就職先を見つけたいと考え入学しました。現在はCCNA という資格の勉強をしています。 CCNA はネットワークの基礎的な技術の資格です。インターネットの仕組みなどが分からなくても大丈夫なように一から詳しく教えてくれます。実習を交えながら勉強していくのでしっかり覚えながら学習できます。就職活動にも有効な資格なのでこれからも勉強を頑張っていきたいです。一つは就職活動に役立つ資格を取ることです。資格は卒業してからも取ることができますが授業で習いながら資格を取ろうとすれば予習にもなり就職活動でも活用できます。もう一つはインターンシップに参加することです。就職するなら自分に合った企業に入りたいのでなるべく早いうちから企業を知る機会を用意しておくのが得策だと考えています。今まで勉強するのが目的ではなく手段だった人がほとんどだと思います。ですがこれからは手段ではなく目的として勉強を楽しんでもらえたらと思います。今までとは違いほとんどが専門知識になるので苦手や嫌いな分野だった場合それ以降ずっと苦痛な思いを抱えることになります。なのでどんなことをやるのかさえ少し調べるだけでも今後がだいぶ変わるはずです。楽しく勉強するためにも今頑張ってみましょう。